ンネル。DYM 人事部熊谷です。小池真帆です。本当です。小池と学ぶ就職活動、イエーイ。今回は漫画銀のアンカーから就活の極意を学んでいきます。先日フェリーチェチャンネルで鴨本さんが漫画についてお話されていたので、当内定チャンネルでも就活に役立つ漫画を取り上げたいと思います。銀のアンカーって僕知らなかったんですけど、鴨本さんご存知ですか？銀のアンカー自体は存在してます。読んでないです。ただ三田紀房さんの、はい、まあ、ドラゴン桜とか、はいはい、あとエンゼルバンクとか投資のインベスター Z とか、はい、そこら辺は読みましたね。ドラゴン桜は知ってます。ヤマピーがね。全然知らない。世代が違うんですかね、僕はね。世代が違うっていうのも何か違う気がする。ジェネギャで逃げ切れるかと思ったら。銀のアンカー、まあ、就活の本なんで別に僕読んでもあれなんで読まなかったですけど、キャッチフレーズが内定請負漫画というだけあって、就活生に必要なメンタルやどのように就活を進めていくかが多く取り上げられているそうです、うん、そしてこの漫画の魅力といえば心に刺さる名言の多さ。名言を抜粋したのでフリップをご覧ください。合計2枚ですかね、ありますんで1枚目ご覧ください。小池さん、この名台詞をちょっとフリーザ風に読んでもらっていいですか？フリーザ風、はい、それが多分ジェネゲージェネギャ。普通に読みます、はい、なぜもっと早く準備しておかないのですか。社会に出る第一歩、これがいかに大切か。なぜもっと真剣に考えられないのですか。小池さんに言われたらやる気出してる人多分視聴者に今ので20人ぐらい刺さったと思うんですけどね。嬉しい。焦る内容ですよね、これは、はい、一社目大事だよって話ですね、うん、はい、思ったら即行動、その資質が大事。次のフリップに行きまして、コミュニケーション能力というのはまず第一に聞く力。世の中にある仕事のすべては営業なのです。まあ、まさにそうですよね。そうですね、はい、この三田さんが多分めちゃくちゃ頭いい方なんですよね。ギャンブルとかにも精通してたりとか。へー、まあ、ちょっとこれ今のはカイジの作者と混ざっちゃったかもしれないですけど確かそうなんですよ。全然違う。でもめちゃくちゃ賢い方ですごいんですよ、この人。だって就活とか投資とか、確かに受験とか全部の業界で、はい、もちろん一人で考えてるわけじゃないとはいえ、はい、こんだけこう本質をつくコンテンツを作り続けるってすごいことですよね、うん、相当引き出し広いんでしょうね、はい、でもなぜもっと早く準備しておかないのですか。社会に出る第一歩、これがいかに大切か。なぜもっと真剣に考えないんですか。ですが早く動けということですかね。社会人は60年ぐらいありますからね、まあ、働くのは40年か、20歳から定年60歳だとして40年働くんで、うん、まあ、そのファーストキャリアっていう意味ではすごい大事ですよね。そうですね、今までの人生が20年しか生きてきてなかった人が残りの40年を決めるファーストキャリアを、ね、今はもう終身雇用っていう時代でもないですけど、そういう時代の時は特にですね、一社目大事なのに、うん、なぜかやる気を出さない人が多いみたいな。そうですね、まあ、僕も人のこと言えないんですけど、でも実際確かに言う通りですよね。就活の頑張りなんてめちゃくちゃコスパいいですよね。それこそ受験よりコスパいいですよね、うん、受験はなんか2年3年勉強していくものですけど、うん、就職活動って本当半年とかじゃないですか。半年の努力で結構残りの40年に影響を及ぼすと考えたら、うん、コスパいい努力でありますよね。なんでそれでいくと関連して思ったら即行動というところですかね、うん、はい、次でもいいですね。もうこれ好きです、うん、世の中にある仕事のすべては営業なのです。これ結構なんか皆さんおそらく営業っていう仕事自体をどうイメージしてるかなんですけど、うん、多分なんかそのお客さんに対して提案して、まあ、いわゆるそのセールスイコール営業みたいな認識持ってる人結構多いと思うんですけど、うん、もう本当にビジネス上での営業っていうのはそのお客様に提案して受注して、でサービス提供、エクム提供を納品して、うん、でお客様からそれに対して対価の売り上げをいただくっていう、このお金を回収するところまで、これ一貫して全部のことを営業っていうんですよね、うん、給料っていうのはそもそもお客様からいただいてるわけなので、うん、このお客様が一個人なのかね、こう企業なのか、まあ、どこかしらの法人組織なのかっていうのはそれぞれビジネスモデルによりなんですけど、あくまでお客様からお金をいただくっていうのがそのビジネスの潮流なので、うん、その中でじゃあそのフロントのセールスのところをやってるのか、納品、役務提供、サービス提供っていうところをなんかこう内勤みたいな形で働いてるのか、うん、いただいたお金をこう経理だったりで管理してるのかっていう、この一環全部営業なんで、うん、そこをしっかり理解できるのが詰まったワードですよね、これね。だから僕もこのチャンネルにアサインしていただいてる DYM さんに立ち振る舞いを見せることが僕の営業活動です、はい、そうですね、はい、コンテンツとして視聴者にこういい情報、有益な情報を分かりやすくお届けするっていう営業活動も同時にしてるし、はい、まあ、全てが営業ですよね。そうですね、うんうん、そしてコミュニケーション能力というのはまず第一に聞く力。結構僕もよく部下とかに言う言葉ですね、はい、特に学生が、まあ、僕も含めて勘違いしがちなのは、コミュ力高いって自称する人、うん、自覚してる人の大半が
ペラペラ喋れるっていう、ペラペラ喋ってるっていうのは何にもコミュ力高くないんだよっていう、結構盛大な勘違いをしてる人がたくさんいると。意外とコミュ障っぽく見えてボソボソ喋るけど、質問したことにしっかり的確に答える人の方が、まあ、ビジネスではコミュ力高いというふうに見なされてしまうと。だから陽キャがコミュ力高いわけじゃないんですよね、就活とかビジネスに置くと。日本語訳するとね、コミュニケーションってこう情報伝達とか意思疎通なので、一方的に伝えるだけではダメってことですね。正確に認識のずれなく情報をやり取りする力っていうのはコミュニケーション能力なので、うん。銀のアンカーは就活に不安や悩みを抱えている学生に対してノウハウを伝授していくというものらしいんですが、実際に鴨本さん、こう経営者の目線から見て今の学生に足りないところとか、もっとこういうことやった方がいいみたいなメッセージなどあればお願いします。僕漫画をめちゃくちゃ読んでて、本はあんま読んだことないんですけど、世の中の知らない世界を知ったりとか、自分がもともと持っていた考え方外のことを知ったりとかで、気づかないうちにそういうのが自分の血となり肉となってるっていう感覚が今になって結構感じたりするんですよ、はい。自分が当たり前のように喋ってることも実は闇金内島くんで知った世界の話をしてたりとか、はい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 、そんなどこでインプットしたかなんてうちに どうでもよくて、うん、コンテンツみたいなのをこう夢中に読んでた時期が好きでやってたからよかったんですけど、うん、今になってよかったなって思うんで、そういう意味ではなんか漫画って言ってもその漫画から何を学ぶかって読み手によって全然変わると思うんですけど、うん、その漫画をなんでこう作者はどういうふうに思わせたくてこのストーリーにしたのかとか、これをなんか見た時にただ作者の思い通りにやるんじゃなくて、裏の意図だったりとか一コマに書いてあった細かい事象のなんか表現だったりとかっていうのを一個一個こう豊かに感じて、それを自分のなんかインプットに積み上げていけるといいんじゃないかなと、うん、なんで結論漫画読むのがおすすめだよって話なんですけど、うん、熊谷さん本派ですもんね。漫画結構読みますけどね、まあ、最近は読まないですけど、うん、ワンピースぐらいしか買ってないですけど、うん、若かりし頃はそこそこ読んでましたよ、ね、巨人の星に始まりジェネギアですよねなんかこれは僕のせいでもないですけど、親父に読まされたんですあとね、やっぱベンチャーのバイブルといえば、まあ、大体ねスラダンとかね、六でなしブルースとか、うん、まあ、その辺ですかね、うん、僕は宇宙兄弟っていう漫画見て、あ、世の中のプロフェッショナルってここまで突き詰めて仕事してるんだっていうのを知って、すごいこう世の中の専門職の人たちに対してリスペクトが湧いたんですよ。自分はなんかこうセールスで口のうまさでこう渡り歩いていこうと思ってたのが、努力で本当に技術磨いてる人たちが世の中いっぱいいるんだっていうのが、やっぱこう自分の世界観をこう少し広げたような気もしますし、まあ、なんかどの漫画からもいろいろ学べることがあると思うので、そうですね、流行ってる漫画とか一通り読んでみくっていくっていうのはいいかもしれないですね、うん、いや、そんな感じで漫画トークでした、はい、本日はここら辺でありがとうございました。ありがとうございました。